皆さんこんにちは、石井正則です。さあ今回はですね、ちょっと今までと違った動画をお届けしたいと思います。今回は開封動画です。すみません、連続で開封動画で。いや本当ね、前回の動画見てもらいたいんですけど、これがね、まあそこでも話してるんですけど、コロナで療養している間、まあ今もちょっと後遺症があるんで、こうスローペースな感じで生活を送らざるを得なくなってるんですけど、そういった中で時間はあって休んでるから、スマホとかでついついね、結構ネットで買い物しちゃったんですよ。ただこれ、せっかく開封するのは動画で撮りたいよなっていうアイテムがいくつかあったんで、それをずっとね、開けられてなくて溜まってるんですよ。今回も開封許してください。でも今回のアイテムは見てくださってる皆様にこうより良い動画をお届けするための道具なので、ぜひともね、検証してみたいというのもあって動画にさせていただいております。今回購入したのはこちらです。シンコマイク D30 プロフェッショナルです。どうですかこれ、本格的な長いマイクですよ。これはね、今この GFX100S というので僕の今メインの顔を撮ってるんですけど、でその前に買ってあった XS10 というカメラが今サブカメラになってるんですけど、マイクはこれもね、ぜひね、動画見てもらいたいんですけど、デイティの D4 デュオというマイクをずっと使ってたんですよ。で、このマイクもすごい気に入ってて、ちなみに今も GFX100S の上にデイティの D4 デュオが乗っかってて、その音声で撮っています。で、これをメインに使ってたんですよ。すごく便利で、後ろと前、両方で音が取れたりとか、大変に重宝してるんですけど、こう、今日は XS10、今日は GFX っていうために付け替えなきゃいけなかったんですね。で、どちらかというと今この物撮りの方は XS10 で撮ってるんですけど、この XS10 は軽量で外に持ち出すのにいいんですよ。そうするとデイティの D4 デュオはコンパクトだし、で自分が喋ってる声も向こう側の声も撮れる、 Vlog 的に撮った時にっていう意味で、これは絶対必要で、でもどちらかというと多分 XS10 との相性がいいんですよ、こっちのカメラと。で、家でよくこうやっておしゃべりするときに使う GFX100S の時用のマイクっていうのが欲しいなと思ったときに、このシンコマイク D30、 こちらがですね、かなりやはり Amazon プライムデーでお安くなってたので購入してみました。なんかね、相当ね、値段の割にはいいというふうに聞いてるんで、これはちょっと試したいぞということで、では早速開封していきたいと思います。よいしょ。おお、すごいかっこいいケースに入ってる。あ、びっくり。これいいっすね、このケース。なんか衝撃にも強そう。でも同時に取扱説明書と録音レベルセッティング追加説明重要って書いてある紙が出てきました。これは大事なんですかね。じゃ、とりあえず物を見てみましょう。うん、いいね。お、こちらにも説明書が入ってる。あ、これ英語の説明書だ。全然わかりません。まずこれケーブルでしょ、ケーブル類でしょ。まあここら辺はよしとして、わお、モフモフついた状態です。めっちゃかっこいい。これはかっこいいですね、本格的。ちょっと撮ってみますね、モフモフ。おー、やべえ、これごと取れちゃったよ。よいしょ。おお、いいですよ、かっこいいですね、本格的な感じ。ああ、ここでこうやって音が調節できるようにできてますね。このマイク自体で音が調節できる。で、これ充電式なんですって。デイティの D4 デュオはもうカメラに挿せばそのまま電源とかいらずに駆動してくれるんですけど、これはこいつマイク単体で電池が必要ということらしいんですね。だから電源オンオフがあったりしますね。
これ75150って書いてありますけど、これはねなんかねノイズを取ってくれるかなんかなんですって。こうだからいろいろマイク単体でこの録音レベルを調整できたり、こうマイク単体でいろいろするからこそ電源が必要なタイプ。いやー、ルックスめちゃめちゃかっこいいよ。これ早速つけてみちゃいましょう。さあ早速つけてみました。音の方どうですかね。これはもう本当に編集作業に入ってみないとわからないからどうなってるだろうっていう感じなんですけれども、ルックスはめちゃくちゃかっこいいです。ちょっとルックスをお見せしましょうか。いや、むちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりね、似合いますね。まあ今こうやってね、あえて後ろから撮ってみてるんです。これどうしてかっていうと、このマイクの指向性っていうのよく言われるじゃないですか。詳しい人ならわかると思うんですけど、これかなり指向性が高いらしくて、前からの音を特にきちっとまっすぐ向いたこの正面の音だけをきっちり取るみたいな、割と指向性の強いマイクなんだそうで、僕がこうやって後ろに回っている時にどんな風なのか、音がね、それも含めて今ちょっとこの XS10 の方で後ろから撮ってみてます。いや、かっこいいですよね。グッと、はい、静観な感じですよね。よいしょ、はいはいはい、こういった感じです。さあ僕今こうやって回ってきましたけどね、このまさにここを中心にというか、ここの音をがっちりつかむみたいなタイプのマイクっていう話を聞いてるんですよ。さあ果たしてどんな感じに音が取れてるでしょうか。ちなみにこの2つあるこのショックをこう吸収するやつもかっこいいんですけど、この台座の部分、これがまた強烈に良くて、これ今2つに、上下で2つになってるの分かります？止めるとこ、これ実はちょっと今片手でやるの難しいんですけど、上んとこ緩めるとちょっとカツカツ音が入っちゃったかもしれないけど、これを前後にスライドさせることができるんですよ。今ちょっとその前後にスライドさせてるノイズが入ってしまったと思いますけど、まあ、この GFX の僕が今使ってるレンズはとても長いので、一番前まで持っていく形にして止めてます。このようにして上の台座のスライドを止める方と、こっちのアクセサリー周につける方、しっかり止める方と2つに分かれてるんですね。このあたりもなんか本格的な感じがしてかっこいいですよね。いや、もうこれは編集してみないとわかんないですね。さあどんな風に撮れてるか。いや、 D4 デュオの音はとても気に入ってるし、前と後ろ両方で撮ってくれるっていう機能に関してはほんと気に入ってるんですけど、まあ音質ですよね。音質に関してどうか。よりこっちの方が僕の声が皆様に心地よくはっきりと聞こえるのであれば、明らかにこっちの方がいいと思いますし、では途中まで編集してみたいと思います。翌朝でございます。実はですね、昨日はあえてそうしたんですけど、エアコンをつけっぱなしで収録しました。今日はエアコン止めてます。そういったなんか外音ノイズもどう入ってくるのかということも確かめたかったので、昨日の収録はあえてエアコンをつけたまま収録しました。この D30 というマイクは割といろいろそのマイク本体側で設定ができるということだったんですけど、録音レベルを変更できたのね、そこら辺もゼロ、そしてノイズキャンセリングもマイク側でできるんですが、それもオフにしてます。なるべくフラットな状態で収録をしました。あと実はちょっとそのままだと録音レベルがすごく強すぎたので、少しだけ本体側で録音レベルを下げました。マイナス12デシベルというところに持っていきました。まあなるべくねフラットな状態で同じぐらいの録音レベルになるようにして D4 デュオとこの D30 を比べております。まあとにかく
皆さんに聞いてもらいたいと思います。昨日の録音の D4DO で撮った部分と D30 で撮った部分を交互につなげていきますんで、皆様に聞き比べてみてもらいたいと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは、石井正則です。さあ早速つけてみました。音の方どうですかね。さあ今回はですね、ちょっと今までと違った動画をお届けしたいと思います。これはもう本当に編集作業に入ってみないとわからないから、どうなってるだろうっていう感じなんですけれどもすみません、連続で開封動画で。いや本当ね、前回の動画これ見てもらいたいんですけど、これがねどうなってるだろうっていう感じなんですけれども、ぶっちゃけた話、ルックスはめちゃくちゃかっこいいです。ちょっとルックスをお見せしましょうか。さてお聞きいただきました皆様、いかがだったでしょうか。結構お聞きになられてる環境によって変わると思いますんで、これぜひともコメント欄に感想をいただきたいです。僕自身がね確認できる環境も限られてるんで。聞いてみたのはまずいつも編集している iPad Pro のスピーカーで確認、そして先日紹介しましたこちらヌラループですね、これでも聞いてみました。そしてさらに以前購入したこちら Beats X というワイヤレスイヤホンでも確認してみました。でこれがそれぞれのイヤホンやスピーカーでかなり差が出たんですよ。まず一番差が大きく出たのは iPad Pro のスピーカーでした。で一番差が少なかったのが Beats X です。 Beats X は編集の時もたまにそれで聞いてたんですけど、声をねちゃんと人の喋り声が聞こえやすいような設定になってんのかな、なんか変化が少なかったんですよ。 D4DO で撮った音声も結構ずいぶん聞き取りや、他で聞いた時よりも聞き取りやすく聞こえんな。 D30 で撮ったのももちろん聞きやすい。なので D30 と D4DO の差がほとんど出なかった。でヌラループはそれなりに違いが出た。でもそこまでではない感じでした、正直なところ。で iPad Pro のスピーカーでの差が一番大きかったです。ですからやっぱり良いヘッドホン、そういったこう自動的にチューニングをかけてくれるようなヘッドホンとかイヤホンで聞いてらっしゃる方だとそこまで差は出ないかもしれないなと思いました。特に iPad Pro で聞いてる時に感じた感想はエアコンの音がかなり入っちゃってました、 D4DO の方が。そして部屋で撮ってると僕が喋った声の他にそれが部屋で反響したのも拾うんですよね。だからこうどこかもわっとした感じ、重なった印象が生まれるんですけど、それがかなり D4DO のが強く出ちゃった。でこの D30 の方はそのあたりは全く感じない、かなりクリアに聞こえる、エアコンの音も小さくなってたっていう印象でした。それが Beats X とかだとなんかイヤホン側でそのエアコンのノイズ消してくれてて、声をこうグッと上に持ち上げてくれてるような印象でした。なので皆さんのお聞きの環境によっても変わるのかなっていう印象でした。でもどの環境でも良い音でお届けしたい、しかもスマートフォンで見たりだとか、あと逆にテレビで今 YouTube 見る方も多いと思うんで、そういう方の場合かなりマイクの差が音に出てしまうじゃないかなっていうふうに推測されるんで、それぞれの視聴環境、もちろん iPhone とかでもね、その古い iPhone なのか最新型の iPhone なのかによって随分変わっちゃったりするかもしれないですし、なのでぜひとも皆様からの感想コメント欄にお待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。さあ今日は新しいマイクを導入したということで、そのレビューをお届けいたしております。まあ、もちろんねこのマイク自体にノイズキャンセリング機能とかあるから、そういうのを
こう使ったらかなりまた違った状況になったりするかもしれないし、さらに良い音でねお届けできるかなとも思います。でも確実にどの環境でもやっぱり D4 Duo よりこの D30 のが一つ上だなっていう印象は受けてるんで、より良い形でね皆様に動画をお届けできるようになったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、さらにさらにブラッシュアップして、皆様にいい状況で音をね聞いていただけるようにセッティングしていきたいと思います。これからもねまだまだね皆様に動画をお届けする環境をねより良いものにしていきますんで、何卒チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてボイシーというね声でお伝えする声のブログなんて呼ばれてるメディアもやっておりますんで、皆様ぜひともこちらの方も聞いてください。プレミアムリスナーというのをやっております。月額500円でラジオ的にこうやって聞けるんで、この YouTube で撮った動画でお届けしきれなかったことだったりもざっくばらんにね喋ったりしてるんで、そちらの方もぜひとも登録していただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は石井正則でした。さあどうかな、これ多分今エアコン止めてるからだいぶ音の聞こえ違うんじゃないかなと思うんですけどね。いやでも確実に音はクリアですわ。というか自分が持ってるワイヤレスイヤホン意外にやっぱかなり意外にっていうかかなり音いいなっていうあんまり良くない音声ももうイヤホン側で良くしてくれちゃってるなっていうのをすごい感じました。大きいっすねこれねいやなかなか興味深いです。だから逆に言うとあんまり良すぎるヘッドホンで動画編集やっちゃうとそこら辺あもうこれで音いいんだと思い込んじゃったら意外に皆さんの聞く環境では良くなく聞こえるっていうこともあるかもしれないってことですよね。それ気をつけなきゃいけないなと思いましたね。なんかミュージシャンの方って結構ちゃんとした録音環境とモニター環境でこうな音をチューニング最後までやるんですけど、最後の方は必ずやっぱり一般的な普通のラジカセのスピーカーとかで聞いてちゃんと聞こえるかっていう確認はするって言いますもんね。だそのあたりも含めてちゃんとこれからもう少し録音体制なりなんなりも整えていかなきゃいけないのかななんていうことを考えております。ご清聴ありがとうございました。ボイシーの方は何卒プレミアムリスナー登録よろしくお願いします。